の併合、廃止に反対し、中退、後新東京外語の教官を短期間務めた、旧制東京外国語学校は、1899年4月、東京市に設立された、旧制専門学校である。略称は、東京外語。この校では前身である1873年設立の東京外国語学校及び解消後の東京外事専門学校も含め記述する。 1873年設立の旧外語のコーチは、第一大学区東京第四大区二小区、一橋通り町一番地に置かれた。一橋コーチは、旧外語と東京商業学校との合併により、校舎のコーチとなったため、当時の外語学生は、日差しを貸して、母屋を取られると評した。一橋校舎は、東京商業学校の後ろ見たる、 東京高等商業学校東京商科大学に継承されたが、関東大震災後の1927年、東京商大の施設の大半は、国立、小平に移転したため、同校地は、南半が、一橋大神田キャンパス及び、女水会館となり北半は、共立女子大学キャンパスに分割され現在に至っている。また、女水会館の隣には、 東京外国語学校発祥の地の石踏みが混流された。1897年に設置された高等商業、学校付属外国語学校は東京市神楽西木町三丁目三番地の交渉運動場に設けられ、1899年に新外語が東京交渉より分離して設立されると、その校舎は同じ西木町三丁目14番地に設置された。 西木町校舎は1913年2月20日の神田大火による校舎全焼などを経ながらも、基本的には1921年4月10日、麹町区、元江町一番地の旧この駅平連帯屋土地に新校舎が建設され、ここに移転するまで使用された。ところが、新しい元江町校舎は1923年9月1日の、 関東大震災で付属建物を除き全焼。このため、被災直後には、牛込区、市ヶ谷の陸軍士官学校の一部を仮校舎として使用。さらに翌24年3月3日以降は、麹町区竹平町一番地の文部省跡地に仮校舎が新築された。この校舎は、あくまで新校舎への移転までの一時的使用に供されるため、設けられたものであったが、 実際には新校舎建設、移転のための国家予算がつかなかったため、その後長期間にわたり使用された。元江町校舎、竹平町校舎の跡地には、現在気象庁及び、毎日新聞社本社社屋がそれぞれ建てられている。竹平町下校舎の時代を経て、東京外語は、最終的に1940年7月24日、滝野川区西ヶ原町の元海軍爆薬部跡に、 木造校舎を新築1944年5月31日までに竹平町から諸校を除き西ヶ原新校舎への移転が完了した。しかし、西ヶ原校地は早くも翌45年4月13日の戦災で校舎等が全焼。このため、板橋区上石寺一丁目79番地の地山、中学校校舎及び、 東京工業専門学校の電波兵器技術、専修学校跡地を仮校舎として借用し、全舎を本館、校舎を旧館と称した。このような苦労を経て、学生改革による申請移行直前の1949年3月23日、ようやく西ヶ原高地に木造校舎が新築され復帰を果たすことができた。西ヶ原高地は、 東京外大西ヶ原キャンパスとして継承され戦後、長く使用されたが、2000年以降の府中キャンパスへの移転により現在は廃止されている。また、尺字仮校舎の跡地には、現在かつての本館跡に、早稲田大学高等学院、中学部、休館跡に、東京学芸大学生寮が建てられている。出身者及び校長在任者は除く。ありがとうございます。